高橋修山は日本の柔道家。戦前の日本国内における最高峰の柔道大会であった全日本選手権大会を獲得したほか、指導者としても旧西芝田中学校を全国優勝に導いた実績を有す昭和初期を代表する柔道家、柔道指導者の一人である。1892年生まれ、実家は雪深い秋田県仙北郡金沢町の 全寺であった。総東州大学に進学して1918年10月に柔道の総本山である行動館へ入門。そこで空気投げで、名高い名人、三船九蔵や高橋喜三郎らの指導を受けた。ほどなくして、総東州大学の昇格問題の影響で一旦、休学して2年後の大学昇格後に再入学することとなり、その間の就職先のを、 行動官の鈴木清七に願い出ると、新潟県の旧正柴田中学校を紹介されて、1ヶ月120円だが、我慢していけと言われ、高橋はこれを快諾した。1922年11月20日、小雨降る新潟県柴田町に赴いて、柴田中学校に着任すると、当時の安田校長から、平素は良いが、運動会の時など予定通りの時間に終了した、試しがない。 提灯行列の時などは先生をぶん殴るなど、不払い動的行為に及ぶ生徒がいると学校の休場を訴えられ、その辺に十分留意の上、訓育に力を入れてもらいたいと依頼されたという。授業は、1年生から3年生までの成果を収穫1時間と4年生以上の自由選択肢2時間を受け持ち、加えて放課後の部活動を指導することとなった。 当時の柔道部の稽古を見た高橋は、ほとんど一本技で応用動作がなく、気力もなかった、試合の結果を問うと、皆負けましたとの返答だったと後に実会している。研究、分析する中で、これまで良い指導者に出会えなかったことが、低多落の原因と結論付けた高橋は、部員たちを集め、5か年自分と一緒に稽古するなら、必ず喧嘩で優勝させてやると宣言し、 以後は寝技も含めて連日の厳しい傾向を課した。柴田中学校では長く教師を務め9年目には柔道で全国制覇1924年5月、柴田学校の剣道部が三条中学校に挑戦状を送ると剣道では勝ち目なしと見た三条中学校側が柔道で柴田中学校を任して1対1の体にしてメンツを保とうと目論み、 高橋率いる柴田中学校柔道部に逆に挑戦状を叩きつけてきた。毛稽古の甲斐もありすでに実力をつけ始めていた柴田中学校はこの挑戦を受け入れ、両校25人ずつで行われた試合では二人、残しの勝利を収めて、通会にも歌を奏しながら帰港した。さらに、同年10月には、鴨農林学校の挑戦を受け、 両校15人ずつの試合を2人の腰で勝利し、試合後の練習でも鴨農林学校の生徒たちを全く問題にせず、ハウ、ハウの体で帰らせたという。このように、全自成績を上げた柴田中学校だったが、勝って兜の尾を緩めることなく、高橋は部員全員に対し、一人でも稽古をサボらないこと、勉学をおろそかにして留年しないことと訓示を与えている。 1927年に、柴田町に、武徳伝が新設され、その記念武道大会に出場すると、柴田中学校が、有段の部、無段の部ともに、等から五等を独占する会挙を、達成。就任から四年目を迎え入学時から指導した部員が五年生になったこの頃には、もはや喧嘩に戦うべき相手はいなくなっていた。で、県外遠征を観光し、 京都武徳会主催の全国中等学校大会で、前線、優勝校となった京都の平安中学校を相手に、五角以上の接戦を繰り広げたほか、東京学生連合会主催の全国中等学校柔道総破戦では、決勝戦で、宇都宮中学校に1対2で惜敗したものの、全国有数の強豪校としていよいよその名を知られた。以後も、全国中等学校柔道総派戦に、 毎年出場したが分なく決勝戦で敗れて2位に、甘んじ、迎えた1931年9月、同大会の決勝戦で有名とろく日大第三、中学校を下して、ついに優勝を果たす。この空前絶後の試合の模様は、当時の雑誌、キングに掲載され、たちまち、日本全国のみならず、海外にまで名声を上げた。また、高橋自身も、同年10月、 行動館主催の第2回全日本選手権大会で、兵庫の田辺ルオ五段らを破って、選手権を獲得。越後の片田舎に突如優勝旗が二つももたらされた。この快挙に、芝田中学校は大いに湧いたという。1933年6月に行動館六段位を排除。その後芝田中学校は1936年にも、全国中等学校大会で準優勝を。 成し遂げている。高橋は、終戦直後の1946年3月に、退職するまでの23年4ヶ月を、柴田中学校で教師として過ごし、退職後も柔道部師範として長く道場で、後進の指導に汗を流して、1948年5月には八段に、劣勢られた。その指導は、加納寺五郎の教えである、純道聖書を、新年。 合理的な鍛錬の積み重ねによって、勝利を得ることを第一にとした。部員たちに対しては常に姿勢を正しく保って、地盛り体は決して取らせず、左右で同等に技が出せるようになるまでの悪なき、反復練習と寝技を重んじて、寝技に誘われたらこれに応じ相手を制すための、猛稽古を重ねたという。一方で、何よりも部員たちの怪我を暗示、百二十八年頃に、 着手した中学校柔道場の建設にあたっては、生徒代表が床下にバネを入れることを校長と交渉して、これを約束させると、高橋はバネの研究を重ね、直径4分のものを8件と8件の床下に108個入れることを提案した。県の技師との論争の末に実現した新道場では、部員たちの怪我が格段に減という、柔道修練に加え、高橋は、 訓育や、勉学の教育、果ては、部員の寄宿舎の手配まで奔走し、自身も、よ章を読んで視力の弱まった晩年には、文字の大きな経典に目を通していた。1967年春に、日本国政府より、訓ご等総合局実章を受章。1968年の加納師範30年祭で球団に、商談師や顔火を隠居された。 1978年の年初に老衰のため没。葬儀は同年1月22日、86年の人生のうち多くを過ごした柴田市内の福勝寺にて取り行われ、こ霊は現在も同境内の墓地に眠る。なお、当初にか年の想定で柴田中学校に赴任し、相当集大学が大学に昇格し、駒沢大学として再出発した際には、 副学を促されたにもかかわらず、柴田の地に残り続けた理由について、高橋は、1925年月に辞表を提出したのだが、全学研究家で前の信仰を持っていた校長に、君は全衆であったな。それでは秋区が、君は常に、生徒たちに無我ということを教えているが、今更名誉や地位を欲しているのか。と問われ、その一言で五寸釘で胸を刺されたように感じたと、 当時のエピソードを行動感の機関し、柔道に寄稿している。ありがとうございます。